おはようございます。そっか、塾の久保です。いや、感情的になっていいことあんまりないなぁと思う私なんですけども、昨日はね、ちょっと感情的になることが二つありました。一つはですね、あんまりいい話じゃなかったんですけども、まあ、人をバカ呼ばれしてしまったかなと。と。その動画をね、やっぱ1時間ぐらい撮って流してしまったら、ちょっと私、良くなかったかなと思うんですよね。まあ、ああいうふうに感情的になって、 うん、いいことあんまりないなという例でしたね。えー、あえてね、昨日の深夜に送った動画残しておきますけども、限定公開の動画ですけどもね、あの、私が感情的になった、あの、少ない例の一つだと思ってください。えー、そしてもう一つの感情的になった、あまあ、あの、エピソードなんですけども、こちらですね。えー、こちらの絵をね、届けてくださいましてありがとうございます。あの、感動すぎて、ちょっともう、言葉も出なかったといいますか、あの、皆さんに、何とも言えないようなね、その、喜びの感情が、 たくさんいいいきまましした本当に嬉しいなと思いますあの速歌塾は2013年に、えー、セルフバックってものを私が知ったところから始めたんですけどもそれがですね7年でこういうふうな形を経てまあ今ね隠居みたいなちょっとふざけた形になってますけどもあのたくさんの方に伝えることがあ結構できたんだなぁということとね あと多くの方が私に対する感情をこういう風に持ってくださったんだなってことを非常に、えー、嬉しくね思いますし生まれてきた大和君にもちょっとこうね何か大事なことが伝えれるなとこれも本当皆さんのおいでありがとうございますえー、今日はねそういう風な感情的になる例の、まあ、<laughs> お話だったんですけども一つはあんまり良くないことだったんですけどねもう一つはこういう風に感情的になるのもうん悪いことばかりではないかなっていうことですよね。 えー、それではですね、今日の放送は以上ですけども、じゃあね、あの、うん、何と言いますか、うん、まあ、本当にありがとうございます。あの、これ以上ちょっと言葉が出ないんで、今日の放送はこの辺でご了承ください。すみません、失礼します。